ピール伯爵は、連合王国貴族の伯爵位。第二代ピール子爵ウィリアム・ピールが1929年に、上されたのに始まる。巨大な宝石工場の経営者で、会議員でもあった、ロバート・ピールは、1800年11月29日に、グレートブリテン順弾爵くらい順弾爵に助せられた、ビクトリア・アサ前期に英国首相を務めた第二代順弾爵。 ロバート・ピールその息子の二代順弾尺、ロバート・ピールは、トーリー党の会議員として、政界入りし、閣僚職を歴任した後、1834年から1835年と1841年から1846年に、かけて保守党政権の首相を務めた。ピール銀行条例制定や穀物法廃止などの、辞席がある二代順断尺のその長男、 ロバート・ピールが三代順断尺を継承した。彼はピール派、自由党の庶民委員議員を務め、1861年から1865年にかけて、第三代パーマストン支爵ヘンリー・ジョン・テンプル内閣のアイルランド担当大臣を務めた。一方、二代順断尺のイツ・アーサー・ウェルズリー・ピールも、自由党の下院議員となり、1884年から1895年まで、 会員議長を務めた後、1895年5月9日に、連合王国貴族社区イベットフォード州におけるサンディのピール子爵区に助せられ、貴族院議員に転じた。その息子である二大ピール子爵区、ウィリアム・ロバート・ウェルズリー・ピールは、就職前に保守党の庶民委員議員を務め、就職して貴族院議員に転じた後、 保守党政権において、インド担当大臣、在職1922年から1924年、1928年から1929年をはじめ閣僚職を歴任し、1929年7月10日に、連合王国貴族クイピール伯尺、及び、ハンプシャー州における、クランフィールドのクランフィールド子爵に除せられた。一方、順番爵くらいの方は、 これと別系統で継承され続けていたが、六代、順段尺、ロバート・ピールが、第二次世界大戦中の1942年4月5日に、英領スリランカコロンボにおける、日本軍との戦闘で戦死した。彼には、子供がなかったため、二代順段尺に遡っての、分流である二代ピール伯爵アーサー・ウィリアム・アシュトン・ピールが七代順段尺も、継承することになったその息子で、 現在の党首である三大ピール博、ウィリアム・ジェームズ・ロバート・ピールは、1999年に、世襲貴族の議席が92議席に限定された後も、世襲貴族枠の貴族院議員に選ばれている。また2006年から、区内長官を務めている。紋章に刻まれるモットーは、産業。現党首ウィリアム・ジェームズ・ロバート・ピールは、以下の爵位、順断爵位を保持している。 ピール白尺ピールやケーズ、ありがとうございます。